ミサオ。いつかきっと迎えに行くから。だってミサオは俺の。ブラックバード第1話悪夢。世の中は奇怪なもので溢れてる。普通の人には見えないだけで。ねえねえミサオ、明日は誕生日でしょ。なんか欲しいものある？彼氏って、あんたこないだ合コンでメアド聞かれてたじゃん。ああ、あの人教えてないよ。え、なんで？だって水こついてたもん。そう、私原田ミサオはいわゆる見える体質です。小さい頃はそれで随分気味悪がられたりしたので、今ではひた隠しにして普通の女子高生としての幸せを追う毎日です。でもやっぱり怖い。そういえば小さい頃、こういう時にいつも守ってくれる人がいたっけ。その子は私と同じものを見る人だった。彼と一緒にいれば私はいつも安心していられた。だけどある日、彼はどこか遠くへ行くことになってしまって、泣きじゃくる私に彼は言った。いつかきっと迎えに行くから。いきなり呼び出してごめんね。は、はい。俺、3年の伊佐山って言うんだけど、知ってるかな、原田さん。知らない人いません。今、フリーならさ、俺と付き合ってくんないかな。嘘ー。テニス部の伊佐山先輩といえば、校内でもベスト5に入るいい男。そのイケメン様が、なんで私に。熱でそう。思わずめまいが。あ、危ない。な、何これ、背筋が寒い。やべ。え、すいません、今日はもう帰ります。本当に熱が出たみたいで。え、ごめんなさい先輩。それじゃまた。なんだろう、なんか急に逃げたくなった。わけわかんない、先輩完全に引いてた。あれ、お隣の門が開いてる。ずっと空き家だと思ってたのに、誰か越してきたのかな。誰かいる。綺麗な女の人。うん、違う、男の人だ。その、ミサオ。え、久しぶり。なんで私を。10年前までここに住んでたんだけど、覚えてないか。10年前。今日だよ今日。昔よく遊んだりしただろう。ほら、またこんなにおかしな霊をくっつけて。見えるの、こういうの。見えるよ。なんだ、本当に何も覚えてないんだな。この人、もしかして。俺、これからまたここに住むから、なんか困ったことがあったら呼べよ。あ、その、あの、
虫がついたな。今のってやっぱりあの人だよね。もしかして迎えに来てくれたの？うん、まさかそんな子供の約束本気じゃないって。でも顔覚えててくれた。ねえ、気分悪いの？保健室行く？うん、大丈夫。なんでもない、本当。そう？なんでもなくないよ。何これ、もののけが桁違いに増えてる。体が重い。昨日までと違う。ずっと立ち悪くなってる。原田さん。あ、伊佐山先輩。ちょっといいかな、校舎裏に来てほしいんだけど。はい、あのすぐ済むからちょっとだけね。よし、この辺でいいかな。あの先輩、昨日の返事ですよね。すみません、私やっぱり。原田さん、今日誕生日だよね。あ、はい。で、プレゼントとかいいですよ。傷が浅かったか。苦しまずに殺してやろうと思ったんだが。何するの？決まってんだろ、食うんだよ。食う？なんだ、何も知らねえのか。お前は俺たちあやかしの餌なんだよ。100年に一度お前のような人間が生まれる。あやかしがその血を飲めば寿命が伸び、その肉を食えば不老不死に、花嫁に迎えればその一族に繁栄をもたらす。まあ大抵食われて終わりだ。何それ、知らない、そんなこと知らない。おっと、逃がさないで。いやー、やっと会えたのに、こんなとこで死ぬなんて。覚えてるか？迎えに来たぞ。ミサオは俺の花嫁だからな。今日遅くなって悪かった。怖かったな。あんた、自分で実体も取れずに人間の体を乗っ取るお前ら雑魚には俺の気はきついだろう。一族老頭を率いる俺とは格が違うんだよ。黒い翼、天狗か。俺が悪かった。ミサオを傷つけてごめんで済むと思うのか。先輩の口から何かが。こいつの体に取り付いた低級霊だ。そのうち目覚ますだろう。さてと、首の傷口見せてみな。いい、保健室行く。どう説明する気だよ。たく、聞き分けねえな。じっとしてろよ。
終わり。傷が治ってる。舐めただけで、この人本当に人間じゃない。心配すんな、俺はお前食うつもりないよ。ま、こっちは食べ頃かな。胸触ってる。って、なんでだよ。迎えに行くっつったろ、嫁として。そんなん子供の約束でしょ。妖怪だなんて知らなかったし、ずっと信じて待ってたのに、こんなのひどいよ。16の誕生日がいわゆる解禁日なんだ。お前が望むと望まざるとに関わらず、その体は狙われる。今日みたいなことはこれから何度でも起きるだろう。でも俺ならお前を守ってやれる。食われて死ぬか、俺に抱かれて嫁になるか、どっちがいい。鈴木先生の後任の先生を紹介します。薄井先生、どうぞ。かっこいい。あれ、薄井先生には1年生の数学と1年 E 組の副担任を受け持っていただきます。やった、うちのクラスの副担だって。ラッキー。そんなどうしたの、ミサオ。では先生どうぞ。薄井京です。よろしく。ミサオ、ミサオ、やだ、この子立ったまま気絶してる。ええ、